この貝町は基幹産業は農業でございますので、一番のやはり影響というのは放射能の影響ですね、風評被害も含めまして、特にこう畜産農家に関しましてはですね、やはり牧草がから、放射能が検出されたものですから、そのまず給餌できないと、やはり牧草、自分のところで買った牧草を牛に与えられないということで、23年度、20年度の牧草というのは今でも各農家あるいはその装置に望みにされているという状況がありますね。ですからそういったこともあって、風評被害にもそういったものが当然影響しましてですね、子牛価格が下落した、そして枝肉の価格も下落したというふうな状況が続いておりまして、だいぶ回復は来ておりますけどもね、いまだにその草に関しては自前の草は給仕できないという状況が続いているということですね。で、寒米に関して言いますと、貝町には薬来高原という、リゾート開発をした場所がありますけども、特に春先、この一番の目玉である山菜ですね、この山菜が出せないというのは大変大きな影響が観光面でもありました。幸い、だいぶ入り込み客数は戻ってはきておりますが、やはりそういった、影響はありましたね。千葉県の市川市と災害時の時の相互支援協定というものを結ばさせていただいたんです。で、特にこの市川市では米農家は全くありませんので、私先日行ってきてですね、市民の方々にも何かがあったときには、貝町からお米も味噌も野菜も送りますよというふうなお話しさせていただいたら、もうとっても喜んでいただいてですね、市民の方々も、ああ、これで安心したというふうにおっしゃっていただいたんですが、そんなことを、支援協定も結ばさせていただきました。地域のこの支援体制ですね、こういったものをしっかり作っていかなきゃいけないと。いう意識になってきていると思うんですね。やっぱり近所付き合いとか日頃のお付き合い、そして自主防災、各地区ごとの自主防災組織の充実、こういったことに関心が向いているというふうに思います。特に社会的弱者と言われる方々ですよね。こういった方々の安否確認、それから避難所への搬送、こういったものをこのスピーディーに行うということがとても大事だということが今回分かりましたので、現在災害時の要援護者台帳の整備に今取り掛かっております。上町は、バッハホール、これがですね、全国的に、名の知られている施設でございます。今バッハホールに関しましては、来年度市民オーケストラの設立に向けて準備を進めています。上町には薬来高原という、 もう素晴らしいリゾート地もございます。温泉がございます。それからレストランもあります。冬はスキー、そして、ゴルフ、パークゴルフ、さまざまなスポーツも楽しむことのできる場所でございますので、ぜひですね、多くの方々に来ていただいて、心身のリフレッシュをしていただきたいというふうに思っています。